NSF250R は、ホンダレーシングが開発し、2011年12月から販売している競技専用オートバイ、4ストローク 250cc 短気筒エンジンを搭載したロードレーサーである。2012年にロードレース世界選手権のレギュレーション変更が行われ、これまでにストローク 125cc エンジンを搭載したマシンで行われていた、 GP125 クラスが廃止され、代わりに4ストローク 250cc エンジンのマシンで行われる元3クラスが新設されるのに伴い、新たなレギュレーション下での出場条件を満たす車両として開発された。また全日本ロードレース選手権でも2012年より JGP3 クラスのエンジンが4ストロークに統一されることにも対応している。マシンは QGP125 クラスで使用されてきた RS125R の技術をベースとしながらも各所に改良が加えられており特に搭載エンジンは車体レア側に15度傾けて空いた全部スペースに吸気系統を搭載する方式をとっているまたスペアパーツに関してはタイヤホイールカウルなど多くを RS125R と共用可能とすることで新たな費用負担を抑えている 発表当初の販売価格は、欧州では23,600ユーロであるのに対し、日本での車両希望小売価格は1749,510円と、日本国内での販売価格が割安に設定されている。その後価格改定が数度行われ、2020年、現在の販売価格は1479,500円となっている。なおホンダでは、完成車以外に、 エンジン単体での販売も行っており、実際元3クラスでは独自開発のフレームに本社のエンジンを搭載して参戦するチームも多い。なお2014年以降元3クラスのホンダユーザーが使用している NSF250RW は事実上のワークスマシンを投入している KTM に対抗するため、一から開発したワークスマシンで名称こそ NSF250R であるが、エンジン自体も一から新規で開発されており、共通パーツはほぼ皆無であると言われている。2012年からの本格投入に先立ち、2011年の全日本ロードレース選手権第3戦より JGP3 クラスにテスト参戦を開始し、同レースで中条秀幸が3位に入りデビュー戦で表彰台に上ったほか、 同マシンに乗る藤井健償が同年の JGP3 クラスチャンピオンを獲得した。モート GP の2012年シーズンにおいて、HRC 以外に元産業マシンの開発を表明しているのは、他にオーストリアの KTM、スペインのベオン程度で、ヤマハスズキアプリリアといった有力メーカーに動きが見られないこともあって、全評判では HRC が 開発面で他社をリードしていると見る関係者が多かった。サマーブレイクまでに FTR 元正シャー氏に NSF のエンジンを搭載したマシンに乗るマーベリック、ビニャーレスの5勝を含めた7勝を挙げるものの、サマーブレイク後は KTM に押され未勝利で終わり、コンストラクターズタイトルを KTM に奪われる結果となった。ありがとうございます。